赤足時はペリカンメトキカに分類される鳥類の一種である。パキスタン西部からインド、中国南部、ベトナムまで分布する。体長約68センチメートル。頭部は黒色の皮膚が露出しているが、後頭部は赤く皮膚はイボ状になっている。首から体の仮面にかけてと背中は濃い褐色で、背中と肩羽は緑色の光沢がある。 小雨服に白色部分があり、静止時も飛翔時もよく目立つ。くちばしは暗緑色で、足は濃い桃色である。幼鳥は頭部に褐色の短い羽毛が生えており、成長に比べて体色が褐色がかっている。高地や荒地など、やや乾燥した環境に生息する。日中は津いもしくは将軍で生活している。主に昆虫類、ミミズなどを捕食する。また、 植物の種子などの植物質の餌もかなり取る。つがいで繁殖し、樹上に映像する。稀に小さなコロニーを形成する。一腹2から4個の卵を産み、私有共同で放卵する。以下の二ア種に分類される。パキスタン西部からインド、ネパールにかけて分布する。元ア種。ミャンマー中部からベトナムにかけて分布する。元ア種と比べると後頭部も黒く。 後頭部から喉にかけての皮膚が早う色で首輪状に見える。本足種を独立種とする説もある。ありがとうございます。